のあるかなを選択して、試合再開となります。先ほどはまあ、前半の頃に、変木が、コンボを決めてそれをタヌが取り返していったという感じで、まあ、ほぼ五分近い状況でしたからね、まあ、再試合が妥当かと思います。さあラウンド1が始まりました。さあお互いこの間に改めて作戦を練り直したといったところでしょうか。さあまずは、ロズスフェラを飛ばし合って、ここは遠距離戦、もうこれは愛のアルカナ同士のぶつかり合いではよく見る光景ですからね。まあ解説のピンチョクもまあ言ってましたが、このゲーム陣取りゲームなんで、いかに有利なポジションを取るかというゲームです。さあその有利なポジションを取ったのは今回は変木リリカと。さあめくりにしっかり対応していったタヌキチが今度はお返しとばかりに、はい、フラガラハ、さらにあれがめくり三振、しかしこれにきっちり対応していったのは変木、アルカノ本線から先。さあここからクラウソラスからリアファイルに繋ぎたかったが繋がらなかった。さあハリケーンスパイラルからもう一回ハリケーンスパイラル、そして裏に落とす。さあ効果力のコンボが決まった。さあどうする。さあトリススペラです、追撃をかけていきます。さあここで勝ち上げて変木リリカが一本選手。先ほどのはジャンプサーシーではなくタヌキチルオルナと言われるオルナですね。あ、今のはオルナの方ですか。まあオルナはあの上試したという非常にあのトリッキーなコマンドなんで出すの難しいんですけどね、まあ、そこはタヌキチ天才プレイヤーなんでいとも簡単に出します。さあブリューなくブリューなく、この辺はガードさせれば OK な技ですからね。さあ先ほど1ラウンド目では使わなかったブリューなくをここなどばかり打っていきますタヌキチ。さあここに対してトルネットエッジでコンボ、さらにリアファイル出し切っていった、ホーミングゲージ、ホーミングがかからない。さあアルカナボス展開はタヌキチ、さあ下パン小足連打して、さあオルナから裏に落とすぞ、さらに追撃、さあバックステからのブリューなく小足差し込んで、ここはアルカナボス展開は変木。さあここはアルカナボスから一気にコンボを決めていく、はい、スクリューエッジからフリップする、そして裏に落とすぞ、この連携が非常に破壊力抜群。さらに叩きつけて卓を迫っていきます変木。さあ 6D で突っ込んでいくのはタヌキチ、そしてこちらもトリススペラを出して攻めを展開。さあどうなる、お互い体力は若干タヌキチがリードしていますが、まあ、時間はまだありますからね、これは時間切れまで逃げるというわけにはなかなかいかない展開。さあ空中総裁、さあお互い陣取り合戦、さあコンボが入って変木リリカ準決勝進出、コンボが入って変木リリカ準決勝進出、タヌイチに終了、敗れる。